どうも、我々コナミチャンネルと申します。ということで本日の企画は最強投手藤井荒野使ってみたー、イエーイ。ということでね、話題沸騰中のね、もうプロスピガチでやってる人やったらもうみんな知ってると思います。この藤井荒野選手ね、シリーズ1の一番最後の方で出てきて、もうチート級のピッチャーやっていうことが判明しまして、もう一気にもう鮮烈デビューですね。もうプロスピ界からも急に愛されたこの男、藤井荒野選手を今日使っていこうかと思っております。何が強いかっていうとね、このフォースラっていうね、球種ですよね。もう皆さんご存知の通りだと思うんですけど、裏の変化球縦スラと全くほぼもうほんま一緒だと思う。全く同じ回転で変化量が違う、なおかつ高めからでも落ちるっていう変化球がこのフォースラなんですよ。あのメルティーキッスの方のガッキーじゃない、ガッキーいるじゃないですか、あの選手のバニッシュボールとまあ似たような感じのね、あのジャイロ回転みたいな、くるくるくるってこっち向いて回転してシューって落ちてくるみたい。もう最強すぎる、見分けがつかない、どんな猛者でも見分けがつかないと。どっちかに山張ってしか打てないって言われてるこの藤井荒野選手を、使っていきたいと思います。さあ、ということでこの藤井荒野選手ね、レベルマックスにして極みにして使っていきましょう。いな、実はそんな企画ではございません。トップの YouTuber とかがね、藤井選手めちゃめちゃレベル上げてね、打者と対等の状態でフォースラー縦スラー投げ分けるみたいな、もう持ちのほどやってると思うんですよ。なので手に入れたこのウブな状態、この綺麗なまだ何も知らない藤井選手を持ってるのは僕だけの可能性がね、あの出てくるわけなんですよ。全然リサーチしてないですけどね、正直企画被ってる可能性全然あるんですけど、本日の企画はですね、スピリッツ1950のレベル1のウブな状態の藤井荒野選手でも通用するのかっていう企画やっていきたいと思います。イエーイ。このちゃんの企画はそういう感じになってるんですけど、ただ一つ懸念点があって、通用しちゃうよな多分って思ってるんですよ。プロスピっていうゲームはね、レベル1でね、どんだけスピリッツ差があろうとね、変化量の差っていうのはマイナス1だけなんですよ。なのでフォースラっていう変化球が別に高めから落ちなくなるとかいう、もちろんそういうあのエフェクトがあるわけでもなく、ただただ変化量が1下がるだけなんで、ただのチート選手が出来上がるだけなんで、なので結局やってることは一緒やんけってなると思うんですよ。だから2番手の企画として、藤井選手レベル1ウブの状態を先発で使ってみたっていう企画も準備しております。まあ、そうすることによってね、能力の方がもう死ぬほど落ちると思うんで、アーティストのいいバッターね、あのギータとか吉田正尚とかと対峙した時はもう多分あのバットにちょっとかするだけのホームランになるんじゃないかみたいな、能力まで落とした状態で変化量マイナス1で通用するのかなっていう企画も一応準備しております。ね、僕の目測ではね、それも通用しちゃうんじゃないかなって思ってるんです。2枚目3枚目の企画です。藤井選手1点取られたらミキサーの素材にしていきたいと思います。この動画内でね、まあ能力を下げに下げてカスみたいな状態の藤井荒野選手でも球種だけで勝てるんかっていう説をね、あの検証するわけですけども、通用しなかった場合、1点でも取られた場合、藤井選手は僕のチームからいなくなります。さあどうですか、この三重構造。さあ、まあとりあえずね、つべこべ言っててもしゃあないんで、そんな感じの企画の流れで試合行っていきましょう。さあ、ということでマッチングいたしました、ジョーカーさんということで、こちらのピッチャーは先発マー君ですね。ただまあ1人抑えたらもうサクッと、藤井選手に変えちゃって、もう完璧にパーフェクトピッチングやっていきたいと思います。さあ、まあマー君の仕事はね、めちゃくちゃもう至ってシンプルで、もう最初の1人のバッターをしっかりと料理すること、あんまり聞かないですけど、まあ、先発ワンポイントですね、丸のためだけのピッチャーがマー君になるんで、まあ、しっかり抑えていきたいと思います。もうこれ3球でいこうか。これ縦スラーどうせピーゴロやろ。ああ、ピーゴロピーゴロ。あはピーゴロ。すげえすげえすげえ。これ地味にすごい。さあ、ここで変えていきますか。坂倉選手からですね。藤井荒野選手、チート選手、ウブな状態で、藤井ベイビーを使っていきたいと思います。レッツゴー。さあ、どうですか、このビジュアルね。だいぶ苦労人らしいですね、どうやら。なんか、だいぶなんか一回戦力外受けてみたいな感じらしいんで、まあ、とりあえずちょっとフォースラーからいきましょうかね。最初フォースラー見せます。グンと落ちてくる。まあまあまあ、変化量マイナス1なんであんまり落ちないですけど、さらに落ちないのがこの縦スライダー。落ちない、入る、そう、最強、無敵すぎる、回転全く一緒。さあ、ここでちょっと一旦ボールフォースラーを意識させて、ああボール、オッケー。まあまあ、ほんで、最後もう一回縦スライダー行こうかな、うん、まあちょっとコントロール安定しないと思うんで、うー入った。え、通用しちゃうよな多分って思ってるんですよ。うー入った。え、うー入った。え、うー入
検証結果、生まれたては歩けない脳筋藤井美希さん。まあということで、1点取られたら即放出っていう企画で、まさかの相手のバッター1人目で、ホームランを打たれちゃうと、もうこんなピッチャーは戦力外、うちのチームにはいりませんということで、もうミキサーかけちゃいます。はい、もう僕がフォースラーを投げるっていうのは人生で1球だけでしたね。僕と藤井選手は縁がなかったということで、納期ミキサーやっていきたいと思います。梅野、藤井、太田、 OK、 これでいこう。レッツラーゴー。これランダムです。誰が来るかちょっとわからないので、まあ藤井選手はね、ちょっとひどい結果やったっすけど、まあなんかいい選手に変わればと思っております。藤井選手なんかまあまあ強いらしいんですけど、てかちょっと結構これ後日に撮ってるんですけど、修正入ったみたいですね、藤井選手なんで、なんかちょっと厳しく、ああ佐野選手、ああ悪くない悪くない、そんなことどうでもいいねん、誰が出るとかほんまクソどうでもよくて、藤井選手の企画のせいで無駄に放出されてる梅ちゃんと太田大志の気持ちも考えてほしい。藤井選手全く期待に応えられなかったということで、僕はフォースラーを投げることは二度とございません。なんか修正入ったらしいし、ちょうどいいかな。本日は、藤井選手の動画やったんですけど、最終佐野ちゃんの脳筋ミキサーに変わりました。まあなんかチート級の選手がもし出た時はね、まあ似たような企画もやっていこうかなと思ってますんで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。それじゃバイバイ、さよなら。